第1回スポンジ絶品大会。どうしたと？どうしたと？モチです。レイ。あれ。あ、お。ハーブにした。ハーブにした。ハーブにした。もう買ってこないもん。ハーブにした。というわけで今回はね、はい、スポンジ絶品大会ということで、はい、久しぶりの絶品大会シリーズですね。はい。懐かしい。そうだね。前回が桜絶品とかじゃん。ああ、めっちゃ怖いじゃん。めっちゃ怖い。はい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 。紙エンド、桜、スポンジ。なんかいろいろやってきた気もするけど、まあ順当ですね。順当なの？大丈夫かな。みんな今絶品大会をさ、知ってる前提で話してるけど、知ってる？みんな絶品大会って。え、知らない。説明しとく一応。一応な。じゃあお願いします。絶品大会の創始者として。そうなんだ。まあ、絶品大会というものはですね、はい、まあ、本来食べ物じゃないものをいかにメインとして絶品にするかというバトルでございます、はい、はい、今回はスポンジということで、はい、というわけで今回はスポンジ絶品大会です。やっていきましょう。はい、どっちからやりますか。僕らは割とパパッと終わります。本当に？じゃあパパッと終わらせてもらって。僕は熱々がいいです。俺らも熱々がいい、ね、俺らも熱々がいい。熱々がいい。じゃんけん。熱々じゃんけん、じゃんけんポイン。はい、これチョイン。お願いします。はい、了解です。はい、ということでミレニアムチームでございます。です。本日作るのはスポンジのハンバーグ。よいしょ。なんつった？スポンジのハンバーグです。ハンバーグか。こんなにもね、食材がシンプルなんですけれども、はい、手抜いてます？抜いてません。全くとして抜いてません。まずこちらの2つはですね、サイドメニューです。あ、そうなんだ。あのプレートの、ハンバーグプレートの中にほうれん草とポテサラがこう乗ってますよね。それをこれで再現するということです。はい、そして肝心のスポンジ君はですね、丸焼きして焦げ目つけてデミグラスソースをかけて終わりです。早速作っていきましょう。いくぞ。大丈夫かそれ。それ俺の粘土何事件と同じ匂いがするんだけど。粘土得ただけでなんで捨て出して、もう食ったら真緑の粘土が出てくる。あれは最低だったね。それと変わらないやつあるぞ。まあ任せます、料理長。お前はトッピングをしろ。はい。皿がないの？皿は借ります。指示ないと何もできない人。これをいい感じにハンバーグのスペース開けてポンポンと。はい、やってください。はい。そしてこちら、あん。怖いですよ、走るじゃあ。この後の作業なんですか？跳ねるんで。いえ、そうなの？予想ですけど。水含んでないから跳ねなくない？いい感じにやって。はい。こいつはね、適当になることが多いんすよ。そうですかね。もうちゃんとやって、美味しく盛り付けて。はい、はい、集中してください。あり。え、くそ。これなんか今日痛めてるな、今ご飯で。痛めてねえよ。痛めてる感じ。まあいいや、別に。なんだお前は。本調理行きます。お願いします。お、静か。なんか吸ってる吸ってる。くそ、油吸っちゃった。油吸っちゃった。そっか、こいつ給水行くんだ。油吸っちゃった。今さ、フライパンの掃除してないお前。あら、お、追加した。追加で、今度は高温で一気に表面焼き上げます。お、いいね。吸わせない？吸わせない、一瞬で丸焦げにします。そんな技で。油が元気になってきたその時が勝負。じゃあ厨房あるあるやろう。いいよ。キッチン。キッチン。厨房あるある。え、まだ、まだで、なんで？ビビって言ったもん。え、ビビって言ったもん、だって。焼き上がってきました。焼き上がってきたね。なんかたらこみたいな、なんか感じには、まあ、なってるんだけど、うん、まあハンバーグだから、まあ、とりあえず火にかけましょう、うん、それのみ。もういいんじゃない？上がってんじゃん。あ、来てる来てる来てる。あ、いいね。来てる。シュッてなってる。ね、なんかスタイリッシュになってる。
いやでもいいと思うよ、結構いい感じになってきてると思うよ。なってきた。こっからデミグラスソースバカ染み込ませて。もちろんデミグラスソースを染み込むってことは中まで味がちゃんとしてるってことだから、すごいよそれは。だって他の料理なかなか中まで染み渡らない。そう、だ世界で一番染み込む食べ物だから。そうだよいいと思うよ、もう OK。 匂い嗅いでいい。うん、あ、いいやん、いい匂いしよう。そんなこと、マジか。あ、でも悪くない、ありそう。で、ここにデミグラスソースをぶわぶっかけて、この料理は終わりです。あ、いいね。あ、粘土いい、粘土がいいね。もっといこう、もっといこう。本体見えなくなるぐらいまでいきたい。そう、ということで完成でーす。言わないんかい。しずきチーム、お前何が。僕たちはスポンジの肉巻きを作っていこうと思いまーす。切って一口で口に入れてしまえば人間って意外と飲み込めるんで、でしかもそのスポンジにこういう、ね、美味しい液体を混ぜ込んで食えるようにするっていう作戦ですね。はい、ミレニアムチームはね、うん、もう食えたもんじゃない。あ、多分おかしかった僕らは美味しいものをね、作っていこうと思います。はい、まずは第一工程としてスポンジを切っていきます。切っていきますね、ハサミ出てくるの一口サイズにねおお、こうですよ。そうだね。いや、もっちゃんじゃあ特製だね、作っといてください。了解です。だいたい直感だよね、特製だから。うん、でこれね、今回のスポンジの調理のコツとしては、外側のこの硬い部分は剥くっていうのがねポイントですね。食えないからね、そこは、はい、皮みたいなもん。ここは基本食わないんで。タレ作りますね。だいたいもう本当に肉だから焼肉のタレ多めで、ごま油がまあちょっとでいいかな。ざっと醤油を。どんなもんだろう、軽くでいいや。いや、いい匂いしかせん。完成でーす。まあこんな感じでね、余った皮とかはまあ鶏皮にしてもいいんですけど、今回は捨てます。やむを得ず。はい、取れた。おい、ちょっとこいつだけ洗い直そう、ちゃんと。そしたらキッチンペーパーでね、水気を取ります。優しいね。 OK。 そしたらさっき作ったこの、はい、量少なくない、お前。スポンジ吸水性すごいよ。じゃあ浸していきます。おー、どうですか。まあ結構いい感じじゃないですか。いや、もうやばいぞ。ちなみにクソうまそう。はい、そしたらこれでね、巻いて包んで刺すんで。すげえ染み込んでんじゃん。はい、さっき染み込ませたこのスポンジをね、はいはい、置きまして。うん、まあほらやばいじゃん。いや、まあそうだね。うまいやん、こんなん。で、爪楊枝刺す感じで、そう、この終わりをブスってやって、こうすればほら、もうこれで閉まってる。おお、これを作っていくんですよ。もう一回やってみて。 OK。 シュッシュッシュッ。でもさっきと同じ要領でいいでしょ。うん、くるくるくる。こっちもこうちゃんと巻いて、これか。はい、手気をつけろよ。よし、OK。はい、ほらいけてるやん。とりあえずどんどんやっちゃうか。よし、行きますか。もうやっちゃおう。もういいんじゃん。行きます。はい。あー、いい、いい。スポンジとは思えない。やめようがいい。めっちゃいい匂いする。めちゃくちゃいいぞこれ。めっちゃいい匂いするんだけど。どう、スポンジとは思えなくない。うん、普通にお腹空いてきたわよし、うまそう。完璧すぎる。にというわけで完成しました。完成です。完成しました。よいしょー。もう並んでますけどね。おい、何ですか。何それ。おいで、ハンバーグですよ。頭悪い。どう見てもハンバーグじゃないですか。どう見てもスポンジ。いやいやいや、どう見てもハンバーグ。いや、ハンバーグでしょ。普段より美味しそうぐらい。これ見ろ、なんすごい。
肉巻きですよ。ズルしてない。ズルしてる。なんで？何ズル？ズルって何？スポンジどこで？いや中にスポンジちゃんと入ってますからこれ。どこで？いやでもスポンジどこだよが一番の褒め言葉で。確かに。絶対こぼすなよ。お前ポテサラだけ。ポテサラ。ポテサラだけ。それスポンジ入ってねえだろお前。もう知ってんぞ俺。聞いてるねスポンジが。うまいわ。うん。うまいよね。聞いてるスポンジがいいね。味染みてたわ思ったより。最高に。いただきます。はい。え違います。もうここ二人方。ちょっと。違う。うん。うまい。うまいし。聞いてる。ハンバーグ。そろそろいただきます。ハンバーグの方。何これマジで。ムカつくなマジで。顔近づけた方がいいんじゃないですか。噛みちぎっていただけると幸いです。おそろそろ。お買った。危ないな。うざ。普通に噛み切れないんだけど、マジで切ってほしい。噛み切り龍之介。そうマジで切って。噛み切り龍之介。噛み切り龍之介じゃねえよ。マジで切って。これが硬い。皮が硬すぎる。めっちゃ怒ってる。皮じゃねえんだよ。ハンバーグに皮ねえんだよ。皮なんだよ。悲しい。噛み切ってよ。じゃあこれでさっき熱々がいいとか言ってたんだよ。確かに。はい、噛み切れる？気をつけろよ、食べんの。マシーンで行くぞ。お食ってないよ。デミグラスの部分しか食ってないんだよ。本体が見えとるよ。うまっ。いや、そりゃそう。これ、失敗じゃない？食えないって失敗。一番ダメだよ。食えません。なんだこいつ。じゃんけんしてちゃんと噛みちぎんね、負けたやつ。最初はグー、じゃんけんぽい。あいこでしょ。しょ。よしよっしゃはい、はい、はい、これしょじゃんけん弱すぎるだろ、マジで最近皮の部分じゃなくて、内側だけ食べればいいんじゃない。皮剥いでよ。なんか皮それは自分で口でいけよ。文句言うなよ、お前。そうだよシェフ出てきた料理に文句言うな。うざくなんだから。いただきます。中身け、中身。そう、中身、そう頭使ったね。怖いあいけ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 気をつけろ、ソース跳ねんの。前は折れそう。おー、いったどううまい。味のついたスポンジ食ってるわ。失敗じゃん。だってもうスポンジだもん今ここに出すなよ料理。おーいおーいお前さスポンジが出ちゃったいい加減にしろよ。全てはこいつのせい。もういいよ俺ら。マジでこっち食って。いやマジでこれよ。じゃあいただきますね。はい。いやすごい。配信だうわ、しょっぱい。こう染み込んでるから。うん。味めっちゃうまいけどね。これも食べます。いただきます。お前さあマジでさあ。頭使えよ。バカなんか。ごめん。地の猫以下なんで。やだなー。やだなー。やだわー。いただきます。しょっぱいよね、ちょっと。ごめんね、それは。食べます。噛んでみ。あー口内炎が泣いてる。あーえ、なんだ。え、なんだ。どうしたんだよ。え、おいん？いるやん。味無限じゃない。味は美味しいよ。で、なんか肉かスポンジか分かんなくなんない、口の中で。うん、つまりじゃない。まあ美味しいですよ。美味しいよね。え、美味しいでしょ、うん、うわ、スポンジだってなんなくない。別にうまい、うん、別にうまい。なる、スポンジの悪さ出てる。出てないよね。大成功。まあ、ギリ負け。ギリ。ああ、そういうこと。いや、ギリ俺らの負け、今回は。まあでも俺らの、その予想外の出来事が一個あって、油をね、引いて焼こうと思ったの。油全部吸っちゃうのよ。そこを計算に入れられてなかったっていうのが、まあ、はい、かな。じゃあまあ今回は僕らがポンジっていう商材持ってきて勝ったんで、うん、まあ、次回ミレニアムが絶品素材持ってきてもらって勝負しましょう。はい、完璧に倒す。うん、ありがとうございました。ありがとうございました。